一生声掛け中のものです。今日紹介するレヴォーグの全幅が1795ミリ、約 1.8 メートルなんですけれども、これちょっとイメージできない人はですね、近所にいる南アフリカオットセイを頑張って捕まえてバーンすれば大体一緒です。このレヴォーグはプラットフォームを刷新しました。スバルグローバルプラットフォーム SGP の新世代ものを使っています。レヴォーグのフロントでの注目点はまずはここ、インタークーラー用の冷却ダクト残りました。そしてより滑らかな造形になってます。そして下注目、非常に大きなヘキサゴン型のグリル、そしてですねフォグランプ周りのインテークベゼル、さらにはバンパー下部にも大きな開口部があります。なので土正面から見るとですね、とにかく穴がいっぱい開いてるんです。ブラックホール状態。エンジンフードはダンパー付きで軽く開きます。搭載エンジンは新開発の 1.8 リッターの水平対向4気筒ターボです。サイドの注目はボディの横を走る大きなキャラクターラインです。見ていきましょう。フロントからサイド中盤までのラインはですね、このように水平基調なんです。しかしこのリア後半でいきなりキックアップして、さらにリアのブリスターフェンダー、フロントとはですね全く協調性を取らずにいきなり大きく後ろに切り上がってます。これもちろんですね、前後を水平にして揃えた方がデザインのバランスは取りやすいでしょう。でもこのように遊び的に別要素の角度のラインを入れることによって、ただ綺麗なだけではない、なんか心に引っかかる形になってるんですね。レヴォーグは後ろ斜めから見るとこのようにまるでラリーのエボリューションモデルのように膨らみが出てるんでした。さらに注目はこのドアノブ、使い勝手のみを考えたらですね、フロントのドアと同じぐらいの高さにしたいところなんですが、こんなにガイーン上の方についてます。これはですねデザイン上の観点もあるんですが、それより何よりものすごくフェンダーを膨らませすぎたためにですね、このドアの内部機構、これがこの膨らみの外側では収まりきらないんですね。ブリスター部分ではドアノブから内部のロック機構までが遠すぎちゃうんです。だから上にしたっていうことです。つまりそのぐらいこのフェンダー気合が入ってるんです。それにしてもいい色ですよね。マクベ専用モビルスーツよりも銀です。テールに回ってきました。レヴォーグ初代に引き続いてリアにかけてものすごい絞り込み量です。ただですね、初代に比べてこのテールランプのあたりというのはワイドさはキープしたまま、この位置は削ってません。これによってですね、あまりにも絞り込みすぎると後ろから見た時に貧弱に見えるのを回避しています。リアからの注目点はここ、2本出しのマフラー、とってもぶっといんです。前後ライトチェックします。ちなみに始動時には機能チェックで目が動きます。あ、今の音は勝手に私が足しました、すみません。さあ、レヴォーグの GT 系で舞踏会に行く人が気になるのが、お化粧直しのためのミラーとライトがあるのかですよね。あるのかな、ないのかな、てで、お、てで、ありました。ライトもあって100点ですが、まあでもレヴォーグならそうでしょう。助手席も行きましょう。さあ、助手席の人にミラーはあるんでしょうか。そしてライトはあるのかな、あるのかな、ないのかな、てで、お、てでー、お、ありました。ダブル200点エラシ。フロントシートです。ボリューミーな造形。インパネです。このようにヒーター視点でもわかるぜ。何がって、そう、ハイクオリティ。インパネの造形、立体感のある配置はですね、インプレッサ系に似てるんですが全く別物です。特にですね、この異なる素材とカラーでありながら質感を合わせ込んでるあたり、技師でございます。また今回メーターがフル液晶タイプになりました。モード切り替えで一般的なメーターからですね、アイサイト中心、そしてナビ画面中心に切り替えもできます。トランスミッションは全車 CVT です。電子パーキングブレーキが採用されています。こちらのセンターの大型パネル、縦型なんですけれども、こちらでナビやエアコンパネルの操作ができます。またステアリングの右の下、 I と S ボタンを操作しますとドライブモードの変更ができます。おなじみの SI ドライブです。ちなみに STI スポーツでは SI ドライブに加えてパワーステア、ダンパー、AWD、そしてアイサイト、さらにはですね、エアコンの機器まで変更できるドライブモードセレクトが装備されてます。さらに今回、アイサイトのカメラ機構が一新されました。全体がめちゃくちゃバージョンアップしてます。ステアリングを使った回避もやってくれるようになりました。ありがとう。また新設定のアイサイト X 装着者では、
衛星導き、そして 3D の精細な地図データとマッチングしましてですね、カーブ手前での減速なんかもやってくれるんです。とても賢い子。渋滞路で停止した後の出発も、そして渋滞路でのステアリングアシストもしてくれるようになりました。これでハンズオフもできる状態になってます。これで手を離します。リアシート座ります。あ、非常にフラットで座りやすいリアシートです。しかもこれですね、底面もフラットなのですごく珍しいんですが、センターシートに座っても座り心地いいんでした。ヘッドルームもちゃんとあるよ。アームレストにはドリンクホルダー。ラゲッジチェックします。パワードア式、ハンズフリーにも対応してます。さすがレヴォーグ、とても広いです。これだけの横幅があればですね、体長90センチのカニクイアライグマ、カニクイアライグマが横倒しでゴロン1頭入ります。さらにレヴォーグでの注目はですね、このようにパッと見た時の床面積だけではなくてですね、このように側面、スバルのワゴンではこのような横の掘り込みを駆使して、このように複雑な掘り面ですけれども、1ミリでも横幅を大きく確保してあげようという意図が伺えます。これによってとんでもない量の荷物が積めるんです。スタイリッシュな外観なのに。ラゲッジの拡大はこちらのスイッチで行います。相当広大な空間。続いて試乗します。 STI に乗ります。さあ、新型レヴォーグ 1.8 リットルターボ177馬力です。踏んでみます。めちゃめちゃスムーズ。そしてブレーキング、おお、ものすごい剛性感、ギューッと下にですね押さえつけられる感じです。このですね、水平対向の4気筒エンジンはですね、 1.6 リットルに対してトルクがめっちゃ増えてます。300ニュートンになってます。またそれがですね、下からどんなとこでも立ち上がりが素早いんです。こんな感じ。踏んでみますね、もう一回。ギュンギュン立ち上がるんでした。またこのレヴォーグに採用されているボディはですね、 SGP なんですけれども、インプレッサ系からさらに進化しています。構造用接着剤がより多く使われているんです。ボディのですね、最高端にはですね、さらなる樹脂の補強も入ってます。サスペンションはストローク量が増して乗り心地もアップしているんでした。今凹凸路を走ってますけれども、画面で感じる以上に乗り心地はフラットなんです。さあ、モードを変えてスポーツプラスで行ってみましょう。速くなった、速くなったし、エンジン音がすごくなった。ノーマルモードに戻します。このコーナリングの気持ちよさはですね、サスペンションだけのものではありません。これ今回からですね、2ピニオンステアリングになってるんです。ハンドルの入力と実際のアシストがですね、別軸で行われるので、よりスッキリと、そしてダイレクトに反応してくれるんでした。ですから切り始めからシュッシュッと爽やかに応答してくれるんです。というわけで、新型レヴォーグは外観もより清涼感あふれる爽やかなものになりましたが、走りはさらに美味になりました。ごちそうさまでした。